こんにちは、ゆるくゆくです。今日は、埼玉県熊谷市のミスタードーナツに行ってるんですけど、今日はですね、とんでもないドーナツを食べてみたいと思います。今日食べるのはこちらですね。アニメキラキラプリキュアラモードっていうアニメがあるんですけど、日曜の朝8時30分にやってるアニメなんですけど、その映画のコラボレーションで商品があるということで、そのコラボ商品でありますペコリンドーナツ、ペコリンってこの子ですね、この子をイメージにしたドーナツを食べたいと思います。では早速注文していきます。さあやってきましたよ、ペコリンドーナツです。妖精のペコリンをイメージしたものですね。いちごミルクがかかってるのかな、いちごのクリームで、あとはマジパンを使ってるんですかね、目とかで、チョコレートの鼻と口、それからこれはマシュマロかな、耳はマシュマロかなと思うんですけども、では、このペコリンね、可愛いけどもったいないけど、早速ですが食べたいと思います。でもまだちょっとカフェオレが来てないから、ちょっとカフェオレ来てから食べようかな。さあコーヒー来たから食べましょう。あ、よく見たら前の方にプリキュア6人いらっしゃいますね。先週登場したキアパルペもちゃんといます。では早速いただきましょう。さてまずはどこから食べようかな、後ろから行くかな。いただきましょう。うん、ドーナツはまずもちもちしてて食感がいいのと、あとそれから後ろのあのこのクリーム、いちごクリームかな、ラズベリーみたいな、いちごみたいなやつ、あの甘酸っぱいですね、甘酸っぱいスイーツの香りと味がしてですね、なかなかいい味してますね。あと歯につかないのがいいね、これね、とても美味しいです。右の方行ってみようかな。うん、マシュマロだ、やっぱりマシュマロでした。マシュマロ食べるの3年ぶりかな。焼きマシュマロとか美味しいよねうん、マシュマロも柔らかくていいですね。うん、うん、つまり言いたいのは、マシュマロがもうなんだろう、シュガーパウダーみたいなものがかかってて、マシュマロでさらに甘くなってるのと、ラズベリーの甘酸っぱさっていうものがですね、うまくねマッチングしてますね。ちょっとかわいそうな姿になっちゃったけど、どんどん食べます。うん、目のマジパンも意外と柔らかくていいですね、子供に優しいかなと思うんですが、おっぽ、おいしい。ごちそうさまでした、全部食べました。結構僕は高評価だと思いました。このペコリンドーナツね、映画公開に合わせての限定スイーツということで、甘酸っぱいの好きな大人の女性で、大人の皆さんでも楽しめるから、ぜひ一度食べてみてください。親子で食べるとさらに美味しいんじゃないかなと思いますし、
新しいドーナツをどんどん食べたいよっていうドーナツファンの皆様もぜひ一度食べてみてください。さてキュアパルプが加わったことでより進化したキラキラプリキュアラモードですが、これからどんな展開を見せてくれるのか僕も楽しみにしているところであります。今回ミスタードーナツのペコリンドーナツで食べるレポートでございました。それではご視聴ありがとうございました。